サンパック、サンパック、サンパック、サムパック、サウサンプトにユニバーシティマンパワードエクラフトとは、イギリスのサウサンプトン大学の学生が結成したチームにより、クレーマー賞、ハチノアザ飛行賞の絵を目標として開発された人力飛行機である。1961年11月9日に、パイロットの力のみによる平地からの離陸、および継続飛行に、世界で、 初めて成功した。1960年春、サウサンプトン大学の学生が人力飛行機の検証競技であるクレーマー賞、ハチノアザ飛行賞の獲得を目標とした人力飛行機開発計画サンパックプロジェクトを発案した。1960年7月に計画は実行に移されサンパックの開発が始まった。 機体完成から約2ヶ月間の地上試験を経た、1961年11月9日、イギリス南部サウサンプトン近くのにおいて、テストパイロットとして協力したグライダー教官のにより、世界初となる平地からのパイロットの力のみによる、離陸とその後の継続飛行に成功した。その後、パイロットのトレーニングと機体に改良を続けながら1年、近くの間に40回の飛行を実施。 最長飛行距離622メートル、最高到達高度3.65メートルの記録を残した。1963年初頭に、プロジェクトチーム設立メンバーの一人が機体を買い取り、インペリアルカレッジロンドンで3パックの改良を続けた。1965年11月、2年以上を費やして改良された3パックだったが、改良後に実施された極初期の試験飛行中に、 突風に煽られて、墜落、大破した。3パックは、クレーマー賞獲得を目的に開発され、改良が加えられたが、最後まで、クレーマー賞が規定する飛行に挑戦することはなかった。3パックの、プロジェクトチームは、アンネ・マースデン、アン・マースデン、アラン・ラッシャー、アラン・ラシア、デイビット・ウィリアムズ、デイビット・ウィリアムズを中心とした、 サウサンプトン学の学生で構成されており、大部分が航空宇宙工学専攻の大学院生であった。1960年春に後に3パックとなる人力飛行機開発が着想された。設計は1960年7月に開始され、同年9月末までにはプロジェクト設計を完了。クレーマー賞の管理団体であるイギリス王立航空協会。 ロイヤルエディノーティコルソサイティ、レイズへの報告を実施し、プロジェクトへの経済的援助に応募した。また、同時期に先行長であった E.J. リチャードの協力と承認を得ることに成功し、より詳細な設計と計画が開始された。もっとも、リチャード自身にはこのプロジェクトが成功するという確信はなかった。設計は、まずパイロットが、 供給可能な出力についての調査から始まった。最終的に自転車と同様にペダルを漕ぐことで力を発生させ、コクピットには背もたれつきの椅子に半ばにそべって漕ぐリンベント型の構造が採用された。これはパイロットに求められる動力の供給と操縦に必要な両手の自由を両立するためであった。開発中にはリチャードの協力により主翼、プロペラ、 機体の模型に対して、風洞実験が行われ、性能確認が行われた。制作は1961年1月から、サウサンプトン大学のジョージ・エドワーズ教構造振動研究所で開始された。1961年3月16日には、レイズの審査を通過した2チームのうちの1チームとして、補助金1500ポンが提供された。この資金援助がなければ、 進捗の遅延は免れなかったとされる。3パックは1961年9月初頭に完成した。機体完成後の1961年9月初旬からラシャム飛行場で3パックの試験が開始された。ラシャム飛行場での試験では同飛行場を拠点とするラシャムグライダーセンターがこのプロジェクトに協力た。その一環として、 グライダーのチーフフライトインストラクターであったデレク、ピジョットが3パックのテストパイロットを務めることとなった。その後の2ヶ月間で、地上試験と機体の改良が行われた。1961年11月9日、ピジョットの登場で、パイロットの力のみによる離陸が試みられた。2度目の挑戦で高さ3フィート、約91.5センチメートル程度のジャンプに成功し、 続く3回目の挑戦で飛距離46メートル、高さ5フィート、約1.5メートルの飛行に成功した。ピジョットによる試験飛行により3パックの飛行特性が明らかになった。3パックはパイロットが制御できない激しい揺れの後に設置し、グラウンドループを頻発した。グライダー共官であったピジョットをもってしても3パックの着陸は全く手に負えない。 クワイト A ハンドフル白物だった。一方で、離陸時に必要な出力を供給することについては、もともとトレーニングをしておらず、アスリートでなかったピジョットであっても、容易だった。プロジェクトチームは、クレーマー賞に向けたパイロットとして、オリンピックへの出場経験を持つ、長距離走者のマーティン・ハイマン、マーチン・ハイマンを採用し、グライダーによる訓練を始めていたが、 特に初期の試験飛行においては、体力や筋力よりも、飛行技術や飛行経験が、はるかに重要であることが示された。廃ンによる飛行は1962年の夏以降に予定されることとなった。また、この時期にはすでに垂直尾翼の面積不足、車輪のパンク、高出力時の動力伝達ベルトの滑り、プロペラの水力不足といった多くの問題が明らかとなっていた。 三パックは改良のために再製作され、並行してピジョットもトレーニングを積み、体力の増強に努めた。その結果、1961年11月25日には、対空時間30秒、902フィート、約275メートル相当を記録た。その後も三パックには考えられる限りの改良が、施された。ピジョットもトレーニングによって、体力を増強し、 平均的な肉体を鍛えている健康な男性と同程度まで出力を向上させた。1962年下旬には飛距離2040フィート、約622メートル、高さ12フィート、約3.65メートルの飛行に成功した。サンパックは初飛行からの1年間で計40回の試験飛行に強された。テストパイロットは主にピジョットが担当したが、 設計担当のウィリアムズもテストパイロットとして何度かの試験飛行を行った。また終盤には補助動力を用いた飛行が行われ、80度の旋回にも成功した。1963年初頭にチーム設立メンバーの一人であるラッシャーが3パックを買い取り、3パックは彼が移ったインペリアルカレッジロンドンで改造された。 レイズがプロジェクトに対して追加の資金援助を行ったが、インペリアルカレッジロンドンでのプロジェクトは進みが遅く、試験飛行に移るまでに2年以上を要した。インペリアルカレッジロンドンでは、機種のコクピット周りの構造、機種のフェアリング及びパイロンの変更、外皮素材の変更、駆動系のベルトの変更などがなされた。改良を受けた3パックは運ばれ、 試験飛行が実施された。ベストモーリングでの試験では自転車競技者だった、ジョン・プラット、ジョン・プラットが務めた。1965年11月25日の試験飛行中に突風によって高さ29.5フィート、約9メートルまで、急激に持ち上げられて失速し、機種を下げて地面に向かって突っ込み、墜落した。パイロットのジョンは無傷だったが、主翼。 胴体の順に地面に激突し、三パックは大破した。この墜落により、三パックに対する改良の効果を確認することなく、プロジェクトは終了した。配置は、機体前方にコックピットを持ち、後方に水平尾翼、垂直尾翼を備えた単位器で、固定翼機としては一般的な形が採用された。推進力を生じるプロペラは、 推進式で機体情報に突き出したパイロンによって指示された。機体の構造は当時のグライダーに用いられる作りとして一般的な構造が採用された。荷重倍率も当時のグライダーと同等とされたが、その重量は通常のグライダーやより小さなグライダーの大半よりも軽く完成した。構造設計は終極荷重倍率を6として行われた。材料には スプルース、バルサといった木材、敬合金が多く用いられ、一部に鉄鋼も使用された。また接合にはボルトではなくエポキシ接着剤を用いて製作された。当時、すでに高性能な樹脂材料が存在したが、取り扱いの難しさと効率工場との兼ね合いから避けられた。わずかにビーズ砲発泡スチロールが微翼翼タンブに使用された。機体表面には、 外皮として銀ドープ塗装されたパラシュートナイロンが貼られ滑らかな表面を実現した。なお、格納庫内の環境により外皮にシワがより表面の滑らかさが失われてしまうことがあったためドープ塗装は何度か改良を受けており重量像を招いた。インペリアルカレッジロンドンでの改良で胴体などの外皮はポリエチレンテレタレートのフィルムに変更されている。 初期の3パックの運動特性は通常のパイロットでは制御できないほど得意であった。特にロール方向、両方向に大きな慣性モーメントを持つことに加えて操打力が貧弱であったため操縦に対する機体の応答が遅れる特性が見られた。このため3パックは地表近くを飛ぶ際に姿勢を崩すと、たとえ操縦したとしても機体の姿勢が回復する前に設置してしまう。 このことが試験飛行において頻発したグラウンドループを引き起こした。主翼の性能に大きな影響を及ぼす翼型には中65,818が採用され、最適揚力係数は0.85とされた。主翼は後翼配置の先細翼で運搬と地上における取り扱いのために3分割された。また、長線を持たない型持ち構造とされた。 中央翼には3度のねじり上げ、外翼には10度のねじり下げが施され、全体で7度のねじり下げが施された。上返り角は中央翼には設定されず、外翼部に2.5度の上、返り角が付けられた。飛行中は荷重により、翼端が18インチ、約46センチメートル上型へ変異した。補助翼は外翼の後円部に、 幅25%翼弦長、長さ15フィート、約4.6メートルにわたって取り付けられた。主翼は、荷重倍率を4として、構造設計が行われた。内部構造は2本桁方式で、主桁はそれぞれ全円から20%翼延長、40%翼延長の位置に配された。主翼の曲げの荷重を受け持つ主要な部材である桁には、 スプルースの合板が用いられ、ウェブ付きの桁として制作された。2本の桁は互いに筋回によって連結されており、この構造によって主翼に生じる、ねじりに対しても十分な合成を獲得した。主翼断面の翼型形状を保持するリブには、スプルースとバルサが用いられ、翼型形状の枠に筋回を入れた構造が採用された。リブは吸引時。 約2 2 8ト、mm、ル間隔で設けられた。前縁から前桁までの20%翼延長の区間が1、16インチ、約1 6ト、mm、ル厚のバルサ製外反で覆われ、さらにその上から主翼全体が銀ロープ塗装されたパラシュートナイロンで被覆された。風洞実験により、この構造で60%から70%、 翼延長程度まで走流が保たれることが示された。また、効力係数は0.0085とされた。初期の試験においては、翼端保護のために、主翼分割部にソリが装備された。主翼の重量は、設計時には2 9ラムとされたが、初飛行時の実測値は3 6ラムと25%、近く重く出来上がった。幸いにも、他の部品の重量が、 設計重量より軽く出来上がったため、前期重量への影響は小さく抑えられた。水平尾翼、垂直尾翼は全可動式で、それぞれ昇降だ、方向だとしても機能する。尾翼保護のために、胴体後部下面にソリが設置された。垂直尾翼は試験飛行開始早々に、面積不足であることが判明した。また、昇降だによる操打が過剰な傾向にあった。 インペリアルカレッジロンドンでの改良により外皮は透明なポリエチレンテフタレートのフィルムに変更された。胴体は横から見ると流麗な曲線で構成されているが、側面は製作上の簡便さから平坦となっていた。胴体には基本骨格に軽光筋のパイプを溶接したトラス構造が用いられ、主翼と同様に銀道プト装のパラシュートナイロンの外皮で被覆された。 尾翼と同様に、インペリアルカレッジロンドンで外皮が、ポリエチレンテレフタレートのフィルムに変更された。コクピットは、機体前方に位置し、着脱式とされた機種のフェアリングを外して、乗り込むようになっている。パイロットは2本の主翼桁の間に設けられた座席に、着座し、髪型へ伸びるプロペラパイロンと一体となった、風防越しに、主翼上面から前方を見る形となった。 パイロットが2本の桁の間に配置されたのは、正確な重心位置を得るためであった。また主翼桁が最も高強度の部材であるため、パイロットを守る意図もあった。パイロットの姿勢は座席に腰掛け、前方に足を出してこむ、リカンベント形式が採用された。クランク軸及び前輪を収めたフレームは、当初、胴体と同様のパイプ組構造であったが、 初期の地上試験の結果から警報筋の板材による箱型構造のフレームに変更された。フレーム上部は主翼下に、下部は胴体を構成するパイプに接続された。操縦はパイロット前方のフラットバー式の操縦管で行われた。操縦管は通常の飛行機と同様に三軸の自由度を持ち、押し、引きで昇降だ。水平方向の回転で方向だ。 左右へ傾けることで補助翼を動かす仕組みとされた。限られたスペースの都合上、操縦桿は主翼前縁付近に位置し、パイロットとの間に主翼の前桁が横たわる配置となった。このため、前桁のウェブには穴が開けられ、パイロットは両腕をこの穴に通して操縦桿を操作する形となった。膠着装置としては2つの車輪が存在し、 コクピットの全部とパイロットの直後に配され、機体の中心線上に前後に並べる方法が採用された。前輪は当初は直径14インチのタイヤだったが、初期段階で蛍光金星の直径9インチ、約228ミ、mm、リメートルで首振り可能なキャスターへ変更された。試験の中で前輪には機体を水平に保つためのサスペンションが取り付けられた。後輪には、 直径27インチ、約6 8 6ミリメートルの競技自転車用、高圧タイヤが用いられた。後輪は、地上滑走を補助するために、クランクから競技用自転車に用いられるチェーンによって、動力を得る駆動輪とされた。クランクから供給された動力は、後輪軸に取り付けられたプーリーから、ねじれたベルトを返し、パイロン上部のプロペラまで伝達された。 ベルトには幅0.5インチ、約12.7ミ、mm、リメートル、厚さ0.008インチ、約0.2ミ、mm、リメートルのバネコが用いられた。駆動効率は97%として設計されたが、高出力時には、スチールベルトが滑る事象が発生した。インペリアルカレッジロンドンでの改良によりバネコの、ベルトは初期のベルトに変更された。ブレードは2枚、直径は8フィート、 約2.44メートルで、先端部はピッチ角度が調整できる構造とされた。巡航時のプロペラ回転数は毎分240回転とされた。プロペラの桁には、軽金属製のパイプが用いられ、リブには同じく軽金属の板材が用いられた。リブ同士の間は、バルサ材が充填された。風洞実験によると、プロペラ効率は90%であった。 役目を終えた3パックは展示のために修復され、に収蔵された後、サウサンプトンにあるに展示されている。突起なき場合の換算値。かっこないわの値。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。